ゴールキーパー、サッカーにおけるゴールキーパーはポジションの一つである。フィールド上の各チームに一人だけ置かれ、11人の選手の中で唯一スローイン以外の場合でもペナルティーエリア内であれば手でボールを扱うことが許されている。キーパー、キーパーやアルファベット2文字で GK と略されることもある。多くのスポーツと同様にフットボールは戦術面における 様々な変化を経験しており、新たに作り出されたポジションもあれば消えたポジションもある。ゴールキーパーは、サッカーの規則が成分化された時から存在している、ことが確かな唯一のポジションである。システムがわずかであるか存在しておらず全員が攻撃、及び守備をするという考えしなかったフットボールの、初期でさえも、ゴールキーパーとしてプレーすることが指定された選手がいた。 選手のポジションについて述べられているフットボールに関する最も初期の文献は1581年のリチャード・マルカスターによるものであるがゴールキーパーについては明確に記されていないゴールを守ることが具体的に記された最も初期の文献は1602年のに関するものであるデビッド・ウェダーバーンは1633年にゴールを守ると翻訳されるラテン語を記しているが 必ずしも固定されたゴールキーパーのポジションがあったことを意味するものではない。当初は相手のシュートを止めようとするとき以外はゴールキーパーは大抵ゴールポストの間でプレイし移動も制限されていた。その後プレーのシステムが変化したことによってより積極的な役が求められるようになった。ゴールキーパーは試合中に手でボールを扱える唯一のポジションである。 最初の競技規則ではゴールキーパーはピッチの自陣のどこでもボールを手で扱うことが許されていた。この規則は1912年に改定されゴールキーパーが手を使うことができる範囲はペナルティーエリア内に制限された。1992年時間稼ぎの手段として横行することから国際サッカー評議会によって競技規則が改定で意図的に足で バックパスされたボールを手で扱うことが禁止されるようになったことにより、バックスルール、足元でボールを扱うフィールドプレイヤーとしての能力も求められるようになった。ゴールキーパーはペナルティエリア内において手でボールに触れ、ゴールにボールを入れさせない役割を担っている。シュートストップなど、ゴール前での守備に最重要な手腕が置かれているの、現在でも変わらないが、 1980年代末から中盤でのプレスにより守備ラインが上がったことなどで近年ではスイーパー的要素も求められる。また1993年のバックパス禁止ルール制定、意図的に足でバックパスされたボールを手で扱うことが禁止されるようになったにより足元でボールを扱うフィールドプレイヤーとしての能力も給られるようになり攻撃の起点としての戦術眼。 判断力も多く求められる傾向にある。11人のプレイヤーの中で最も運動量が少なく全体を見渡せるポジションであるため DF ラインのみに限らずフィールドプレイヤー全体に指示を行う重要な役割も担っている。試合終了間際で同点の場合や1点リードされている場面でゴールキーパーも攻撃参加に転じることがあるが これは、相手ゴール前での攻撃人数を増やす目的で、特に、セットプレーの場合に実行されることが多い。プロリーグでも、稀に見られ、実際にゴールを挙げたゴールキーパーも少なからず、存在する。ゴールキーパーに関する規定はいくつかの条項、及び通達等に分散している。最重要、不可欠な能力が、投率力、ポジショニングである。どんなキーパーであっても一人で、 ゴールマウスを守ることは不可能である。そこでキーパーは相手の攻撃に対してディフェンダーに的確な指示を出し、相手の攻撃手段を限定することでシュートチャンスを早めに積むシュートされたとしても自分の守備範囲内にしかシートできないように追い込むといった戦術的な行動が必要とされる。反射神経、感、セーブ力といった個人能力はその次に来る要素である。もちろん、 これらも大事な要素ではある。このような役割を持つため、ディフェンダーに対しての指示の声は、神の声とも呼ばれる。であるのでディフェンスラインと、意思疎通が不自由なくできるだけの言語力も大事である。日本の J リーグにおいても開幕から間もない頃は、シジマールやジルマールなど外国籍の GK も所属していたが、最近では前述の理由によりほとんど所属しなくなっており、 2003年にバンズワムがジュビロ・イワタを退団してから2007年にジューバーニがセレッソ大阪に入団するまで4年間外国籍のゴールキーパーが J リーグに所属していなかった。JFL の FC 琉球には南アフリカ W 杯のアルジェリア代表にも選ばれたライスエンボリが在籍していたがアフリカ人 GK が日本でプレーするのは極めて稀である。現在は二千九年に セレッソ大阪に入団した金鎮剣をはじめ韓国人選手が政治家を務めるチームが増えてきているが、その他の国の GK は数は少ない。それ以外の身体能力で言えば、高い身長と長い手足が求められることが極めて多い。単純にボールを止められる範囲が広がり、ハイボールの処理もしやすくなるためである。世界各国のプロレベルであれば、どこの国も、 おおむね 180cm 台後半 190cm 以上の大柄な選手が務めているケースがほとんどであり、180cm 台前半でも優秀な選手はいるが、GK としては小柄と評されることも多く、170cm 台はかなり珍しい存在、菅野隆則などであり、長らくメキシコ代表で活躍したホルヘカンポス。 身長 168cm のような 160cm 台は極小の外であるカンポスは垂直飛び 1m 超えを誇る跳躍力で低身長のハンデをカバーした。さらにゴール前で混戦となった時に競り負けない強靭さと頑丈さも必要とされる。またシュートに対して瞬時に反応できる動体視力と反射神経、瞬発力なども求められる。 声の大きさも重要な能力である。近年のサッカー戦術では、攻撃時には、ディフェンダーの押し上げが要求されることから、高く上がったディフェンダーの後ろのスペースを、ペナルティエリアを飛び出して守るスイーパー的な役割が、ルキーパーに求められることが多くなってきている。攻撃の起点として見られるようになり、フィードの精度など、フィールドプレイヤー的な技術も大きく評価されるようになった。 キックの精度が非常に高いゴールキーパーも大勢存在し、そういった選手は攻撃の起点としても機能するほか、ホセルイスチラベルトやロジェリオセニのようにゴールキーパーでフリーキックやペナルティーキックを蹴る者も,もいる。また、ゴールキーパーの蹴った自陣からのフリーキックや、クリアボールが直接相手のゴールに入ることも稀にある。また、ゲーム終盤に守備を度外視してでも1点が欲しい場合、 パワープレイの一環でゴールキーパーが相手ペナルティエリアまで上がることもある。一時期は優秀なゴールキーパー排出国とまで言われていたイングランドプレミアリーグでは近年では優秀な外国人ゴールキーパーを世界から集めた結果イングランド人ゴールキーパーの出場機会が極端に減少し育成と代表選出に困難をきたしているという。常実のように フィールドプレイヤーと比較して、非常に専門性が強いポジションである。ピッチに立てる GK はチームで一人だけであり、体力の消耗が少なくチーム戦術の影響での交代も皆無なた、怪我や退場処分などのアクシデントが起きない限り、途中出場する機会は滅多に与えられない。出場機会そのものがレギュラーとなった1名に集中し、 それ以外の選手は出場機会がなかなか巡ってこない現実がある。さらにフィールドプレイヤーよりも選手寿命が長く経験がものを言うポジションでもあるため若い GK がチャンスを得るのは難しい。そのためプロ契約から数年を経てもリング戦、出場経験がほとんどない GK も多い。強豪国の代表クラスを除けば出場機会を求めてディビジョンをまたいだ移をするケースも 珍しくない。他のポジションと違い、同時起用で、共存という選択肢の可能性がないため、移籍ができない代表チームに、複数の優秀な GK が、同時期に存在すると、どちらを起用すべきか激しい議論の的となることある。フランス代表でのファビアン・バルテスとグレゴリー・クーペ、ドイツ代表でのオリバー・カーンとイエンス、レーマン、イタリア代表でのフランチェスコ・トルドと、 ジャンルイジブッフンなどといった政治意争いをめぐる総国もあった。日本代表でも1998年から2010年までの12年間に渡り、川口農活と奈良崎聖豪が政治意見の座を争い続けたが、川島英次の台頭によって終止符が打たれた。イフスは2006年に20世紀で最も偉大なゴールキーパーを選定した。このうち上位20人は、 以下のようになっている。1987年以降イフスが選定した年間最優秀ゴールキーパーは以下の通りである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。